いつもご視聴していただきありがとうございます。今日はブロッコリーの挿し木をしたいと思います。ここにあるブロッコリーはですね、昨年の秋に植えたものです。今日はですね、3月の23日です。寒い冬を越してですね、このように大きくなって、今花も咲いています。下からはですね、はい、このように新しいブロッコリーもできています。草丈は 4,50cm ぐらいあります。そして茎の太さはですね、4cm ぐらいですかね、はい、かなり太くなっています。そしてちょっと雪の重みでですね、このように曲がってしまっています。はい、そして一部ちょっと折れたようなところもありますけれど、なんとかですね、元気に育っています。私の住んでいるところは、北陸です。1月にはですね、30センチ以上の雪が降った日もありました。そしてまたですね、例年より寒いマイナス5度ぐらいになった日もですね、数日あります。それでもですね、このように元気に冬を越してくれました。冬はですね、トンネルなどの防寒対策は全くしていません。ここにですね、植えたままです。ブロッコリー、寒さに強いということがですね、しみじみと感じました。今まではですね、収穫したらすぐに引っこ抜いてしまってたんですけれど、そのままにしておいたところですね、このように大きくなっています。調べてみましたところですね、3年ぐらいはですね、同じ株で、収穫できるそうです。今日は今年も収穫できるように、肥料を与えて、そして土寄せをしたいと思います。そしてまたですね、挿し木をして、株を増やしてみたいと思います。それでは、最初にですね、今咲いている花ですね、この部分をですね、全部取ってしまいたいと思います。咲いていた花を全部切り取りました。はい、これが切り取った花です。切り取るとですね、たくさん脇芽が出てますね。はい、このように、下の方にですね、小さな脇芽、たくさん出てました。まあ、これもですね、大きくして、収穫できるかと思います。この後はですね、まず挿し木用のですね、まあ、挿し穂ですね、それをまず取りたいと思います。挿し穂をする前に、収穫できる部分をですね、収穫したいと思います。今回収穫したのはこれだけです。ちょっと少なかったですね。まだですね、小さかったので、もう少し大きくしてからですね、収穫したいと思います。はい、それでは次に、挿し木用の挿し穂を取りたいと思います。ですね、
このように刺し穂を取りました。はい、長さは15センチから20センチほどです。これを畝に植えるものとポットに植えるものにですね分けて、挿し木をしたいと思います。畝に植える挿し木はですね6本です。周りのいらない枝を最初に切りたいと思います。はい、これで一つできました。それでは畝に植えていきたいと思います。畝にこのように植えました。天気はですね、今日の午後から雨が降ります。そして 2,3 日ですね、雨が降り続く模様ですので、ちょうどいい日かなと思います。次に、ポットの方に挿し木をしたいと思います。はい、こちらに準備してあります。半分はですね鹿沼土です。そして半分はですね、培養土です。これを半分ずつですね、挿し木をしたいと思います。ポットに水を含ませます。それでは1本ずつですね、挿し木をしていきたいと思います。全部挿し木をし終えました。ここでですねもう一度水を与えたいと思います。
次に、追肥をしてですね、土寄せをしたいと思います。使う肥料はですね、ぼかし肥料です。はい、昨年、使用してですね、まだ残ったのはありますので、これをですね、肥料として、株元に与えたいと思います。はい、肥料は、はい、こんな感じですね。粒状になってます。これをですね、株元に、巻いていきたいと思います。土寄せをするのにこの黒マルチがですね、ちょっと邪魔になりますので、まずこれを最初に取ります。ぼかし肥料を周りにかけます。土寄せをしたところのですね、株元からですね、また新しい根が出てきますので、また大きく成長することができます。挿し木と追肥土寄せが終わりました。今後ですね、しばらくまた成長の具合を見ていきたいと思います。